はい、ルルカです。今回はね、楽天モバイル0円運用しようと思っている方、もしくはある理由で楽天モバイルを長期間利用しない恐れがある方向けに規約変更がありましたので、その辺に関してお話していこうかなと思います。こちらご覧ください。はい、約款変更のお知らせ。楽天モバイル通信サービス契約約款及び楽天モバイル通信サービス 5G 契約約款の変更のお知らせということで、まあ、単純に言っちゃうとね、楽天モバイル、まあ、4G とかと 5G に関して、まあ、規約みたいなものが変更されますよってことのお知らせになっています。で、内容なんですけれど、お客様各位、弊社より楽天モバイルをご利用いただき誠にありがとうございます。2021年7月1日より楽天アンリミットの1回攻めにおいて180日間ご利用がなかった場合に、事前に通知した上で当社が利用停止できる規約を変更いたします。以下変更内容についてご確認ください。ということで、楽天アンリミット1回攻めですね、要は1ギガ以下であれば無料で利用することができる回線、こちらに関しては180日間利用がなかった場合に、事前に通知した上ですね、事前に報告があった上で利用停止される可能性がある、まあ、そんなことが規約に追加されたよってお知らせになっています。まあ、この辺に関してはね、以前から界隈ではざわざわしていました。なんか楽天モバイルに関して、まあ、0円運用していて全く使っていない方に関しては利用停止がされてしまったりとか、強制解約になっちゃうんじゃないみたいな、そんな噂が上がっていました。噂に関して気になったいろんな方々がね、まあ、サポートセンターに問い合わせして、まあ、サポートセンターの言い分としてはこうだよ、ああだよ、こうなるかもしれませんよみたいな、まあ、そんな回答を受けたりとかしていたみたいなんですけれど、皆さん楽天モバイル以前から使っている方だったら知ってると思うんですけれど、楽天モバイルのサポートセンターには人狼が住んでいます。まあ、これね、別に悪い意味ではないんですけど、悪い意味かなね。楽天モバイルってサポートセンターに問い合わせします。そうするとサポートセンターの受けた方ごとに回答が変わりますね。普通はやっぱサポートセンターって一律して何か質問したら同じ回答がないとおかしいことになってしまうと思います。なんですけど、楽天モバイルのサポートセンター毎回回答が変わったりします。なので、どれが真実か実際分かんなかったりします。このことに関してルルカとしては楽天モバイル人狼ゲームと呼んでいるんですけど、そんな感じのサポートセンター、今回のこの件、要はね、長期間使ってない場合解約されちゃうんじゃないの、利用停止されちゃうんじゃないのっていうことを聞いたところで、本当にそれが真実の回答だったのか分かる方って正直いなかったんじゃないかなと思います。まあ、その辺に関して今回しっかりと楽天モバイル公式として規約が変更されたってことになってきます。変更内容詳細見ていこうと思うんだけど、変更内容、楽天モバイル通信サービス契約約款というところで第35条利用停止に関しての変更がありました。変更前に関しては、当社は契約者が次のいずれかに該当するときは当社が定める期間、本サービスの利用を停止することができます。中略、楽天グループの提供するサービスに関する契約約款に違反した場合ということで、変更前の部分、まあ、非常に曖昧なものになっていると思います。まあ、いろんな契約をねしていると、まあ、こういうのよくありますよね。当社が違法と判断した場合みたいな、まあ、散々細かい内容で規約が記載されている中で、まあ、これも OK これも OK って確認していった最後にこんな感じで、まあ、当社が判断するっていう、もうそれさ、もうすべてひっくり返すじゃんみたいなね。違反していないと思ってもそっちが違反と思ったら違反になるんでしょ。もうここまでの規約何だったのみたいなことが記載されていて終わってしまっていたんだけど、詳細が記載されるようになりました。それが変更後になっているんだけど、当社は契約者が次のいずれかに該当するときは当社が定める期間、本サービスの利用を停止することができますというところで、当社の別途指定する1の回線が連続する180日間において全く使用されていない場合ということで、当社の指定する1の回線っていうのは、要はね、1回線目ですね、1ギガ以下であれば無料で利用することができる回線、これを連続で180日間全く使用しない場合に関して停止される恐れがありますよっていうのが追加されました。もちろんその下に関してはね、楽天グループの提供するサービスに関する契約約款に違反した場合ということで、相変わらずね、楽天モバイルが判断したら違反になりますよとか記載されているんですけど、まあ、この部分ですね、何日間使わないと、長期間使わないと停止してしまうとかに関しての詳細は記載されたので、ここに関してはね、対策しやすくなったんじゃないかなと思います。まあ、サポートセンターにね、この件に関して聞いた方に関してはサポートセンターの言い分正しかったのか、ちょっと違ったんじゃないのかなと思う方も出てるんじゃないかなと思います。そしてその下ですね、はい、この下に関しては楽天モバイル通信サービス 5G ということで 5G バージョンの規約になっています。まあ、なんですけど内容は全く一緒です。 5G に関しても同じように当社の別途指定する1の回線が連続する180日間において全く使用されていない場合ということで、同じように180日間利用されない場合に関しては停止する可能性がありますよってことが記載されています。まあ、ただしね、この表記の仕方だと 4G でも 5G でも両方使わなきゃいけないんじゃないのみたいな、 4G で使う方に関しては多分 5G 全く使わない可能性もあるので、その辺がねちょっと怖いかなって部分はあるんですけど、まあ普通に考えてね、どちらかでね180日以内に利用すればいいんじゃないかなと思います。ということでね、界隈では少しざわざわしていた内容、まあ、こちらのね正規の回答っていうのが出た形になります。で、ここまで見てね、ちょっと思う方もいると思います。いや、楽天モバイル契約しててさすがに180日間全く使わないなんてありえないだろみたいなと思う方もいると思います。この辺に関しては普通にね1枚の SIM で使ってる方だったり eSIM で使ってる方に関しては問題ないと思います。まあ、ただし、まあ、一応ね楽天モバイル上級者ですかねになってくるとデュアル SIM で運用される方もいるんじゃないかなと思います。デュアル SIM で運用するにしても基本的に全く使わないってことはほとんどないと思います。全く使わないんであればデュアル SIM にする必要がないからなんですけど、まあ、中にはあまりにもねデュアル SIM で片方の SIM ばかり使っていて、まあ、全く使わ
わないって方も出てくる可能性はなきにしもあらずだと思います。それに関してもね、182時間ね、連続で使わないとダメだよっての分かってるのであれば、まあ、ちょっとでも電波を入れたりとかね、楽天リンクで通話するとかね、まあ、そういうのをすることによって対処できるので、まあ、これがね、発表されたこと自体、むしろね、良かったんじゃないかなと思います。ということでね、まあ、この規約変更に関しても、実際に楽天モバイルをね、使う方に関しては問題ない内容になっていると思うんですけど、楽天モバイルを使う目的でなくて、契約した方に関しては、かなり注意が必要じゃないかなと思います。まあ、どういうことかというと、楽天モバイルに関しては、契約すると、楽天市場でのポイントが1倍になるサービスってものがあります。SPU って呼ばれているものになっているんですけど、楽天モバイルに契約していることによって、楽天市場でね、何か買い物する際に、プラス1倍のポイントをもらうことができます。これを目当てに楽天モバイルを契約されている方もいます。これを目当てに契約した方に関しては、ガチで楽天モバイル全く使ってない方もいるんじゃないかなと思います。そういう方に関しては、気づいたら180日間使っていないってこともあったりすると思いますので、このね、ポイント1倍をもらえる部分も含めて、楽天モバイルの利用になっていますので、楽天モバイル、まあ、実際利用していなくて、この SPU 目当てで契約している方に関しては、特に注意して、180日間ね、使っていなそうな場合に関しては、ちょっとでもね、楽天リンクで電話するなど、何か利用してみてください。そうしないと、せっかくのね、このポイント1倍のサービスも受けることができなくなってしまう恐れがあります。はい、ということでね、楽天モバイル、今後のね、0円運用に関して、いろいろ規約変更なども行っています。昨日もね、ユニバーサルサービス料に関して、その辺の発表がありました。それもね、別途動画にしていますので、興味がある方に関しては、概要欄下のところに貼っとくんでね、0円運用される方は、ぜひ一回見ていただきたいんですけど、楽天モバイルに関してはね、今後もいろいろな規約変更も含めて、0円運用だったり、その他の使い勝手変更があると思いますので、その都度、いろいろと動画にしていきますので、よろしければ、チャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただき、ありがとうございました。